すごい、本当に弾いてる。なんか撥水剤の施工の概念が変わりましたね。ぷーぷーぬるだよ。皆さんこんにちは、ぬるファクトリーのぬるです。今日の動画はこちら。ガラス撥水剤をキッチンペーパーで施工したら時短で仕上がるのかどうか検証していきます。実はですね、この企画もマネージャーの持ち込み企画になっております。ちょっと内容を説明してもらっていいですか。はい、洗車系の方の動画を見てたんですけど、はいはい、とある某メーカーさんのチャンネルで、ガラス撥水剤を時短で施工する裏技みたいな感じで紹介されてたのが、今回のキッチンペーパーの施工方法になります。なるほど、はい、もしこれが本当に時短で仕上がったらめちゃくちゃ楽だよね。すごい発明だと思う。はい、でガラス撥水剤って普通は、ガラスに、直で塗ってもらって、で大体5分から10分ぐらい乾かして、 そしたら今度濡れタオルで拭いて、その後に乾いたクロスで仕上げるっていう、大体4工程ぐらいあると思うんですけど、はい、このやり方だとキッチンペーパーにガラス撥水剤をくっつけて塗って、でキッチンペーパーで塗り伸ばしをして乾いたタオルで拭き取るだけでいいそうです。なるほどね、めちゃくちゃ楽そう。放置時間もいらないそうです。それは楽しみですね。でちなみに私の大先輩であるファイナルラップの白石さんにこの件について聞いてみましたので、勝手に紹介していきます。白石さんに聞いたところ、ガラス撥水剤、特にフッ素系のガラス撥水剤は不織布で塗ってあげると均一に塗り広げられるそうなので、不織布、今回はキッチンペーパー使っていくんですが、これで塗るのはありだと思うとのことでした。恥ずかしながら私はこれ知らなかったので、今回検証していこうと思います。それでは行ってみましょう。それでは早速今回はこちらの車のリアガラスに施工していきます。まず施工前の状態、水をかけていきます。こんな感じで撥水もほぼほぼしていないですし、油膜とか鱗が乗っていて水引きもまばらな感じになっています。これだとやっぱかっこ悪いよね。特に今雨が多い時期なんで、やっぱり雨の日もかっこよくありたいということで、ここ施工していきます。それでは今回の検証は何パターンかでやっていきます。まず1パターン目はこちらのガラスで、簡単な下地処理をした後に今回のガラス撥水剤プラスキッチンペーパー施工をやっていきます。こちらのガラスで使う下地処理剤はスリックガラスを使っていきます。こちらはガラスクリーナー兼簡単なコーティングができるというマルチクリーナーになっています。ただ撥水効果とかはなくて、本当に手触りがツルツルスベスベになるというのが特徴的なので、こちらで一旦ガラスをきれいにしていきます。その後にガラス撥水剤施工していきますが、今回使っていくのはハイブリッドストロングアルファを使っていきます。こちらも成分的にはフッ素が配合されてますので、今日はこちらを使っていきます。それではこちらのスリックガラスでまず最初にガラスをきれいにしていきます。このスリックガラス使っている方もたくさんいると思いますが、もうめちゃくちゃ万能クリーナーです。でまず揮発性が高くてすっごく施工がしやすいです。こういう感じでさーっと消えてってくれます。よく内窓の掃除とかに精製水使う方もいると思いますが、精製水よりもクリーナー効果がありますので、汚れを一緒に引っ張るっていうことがないんですね。しっかりとクロスと一緒に汚れを取ってくれますので、かなり万能なクリーナーになっています。こんな感じで汚れが取れました。じゃあもしこの施工方法がうまくいけば、もう洗車しない状態でも最悪スリックガラスと撥水剤とキッチンペーパー施工でガラス撥水だけはできるって感じですか。そうですね、しかもいつでもどこでもできるよね。はい、こんな感じです。はい、続いてですね、ようやくこちらのキッチンペーパーハイブリッドストロングアルファを一緒に施工していきます。まず最初にキッチンペーパーを4つ折りに折ります。この撥水剤のヘッドのスポンジの部分、ここにしっかりと溶剤をなじませておきます。キッチンペーパーを置いてこうです。でしっかりキッチンペーパーに液剤なじませて、お、来た来た来た。そしたらいつも通りの撥水剤の塗り方でこのまま塗っていきます。で立て立て横横でなるべく均一に塗っていきます。いつものやり方と比べてちょっとやりづらかったりしますか。まあ、このキッチンペーパーが落ちないように押さえてないといけないから、そこはちょっとやりづらいと思う。
で最悪やりにくい人はキッチンペーパーに液剤取って、うん、キッチンペーパーだけで塗っちゃっても良さそうですよね。あ、そうねそうね、それでも全然いいと思う。あとでそれもやってみましょうか、うん、でこんな感じで大体のところ塗り広げたら、この使ってたキッチンペーパーで細かいところ、例えばこのバイザーの内側とか入るんですよ。もう紙だけなんです。で、あとこういうどうしても丸いヘッドなんで、こういう端っことか濡れてないので、こういうところを塗っていきます。で、この時ボディとかについてしまうと撥水剤は取れないので注意しながらやってください。心配な方はマスキングした方がいいと思います。ただハイブリッドのヘッドが丸い形状なので、うん、キッチンペーパーの方が確かに端まで届きますよね、うん、そうだよね。で、特にこの車、ここが湾曲してて普通絶対塗れないんですけど、しっかりと端まで綺麗に塗れてます。あとは全体をムラなく均一にこう塗り伸ばしていく感じですね。拭き取るというか塗り伸ばしていくイメージです。でもバイザーの内側とかも入るんで、いちいち窓を下ろす手間も省けるのでめちゃくちゃ楽です。今均一に塗り広げたので、もうすぐ乾いたクロスで拭き取っていきます。待ち時間ゼロ。おお、意外と乾いたクロスでも拭き取れる。しかもクロス濡らす手間も省けますよね。クロスの枚数も減りますよね、うんうんうん、余剰成分とかはどうですか？あまり残らなそうですか？まあ、濡れたクロスでやってるわけではないんで、余剰成分は確かに残るっちゃ残るので、しっかり拭き上げることが重要ですね。逆にしっかり拭いてもらえれば、うん、まあ、見栄え的には問題ないという感じですか、うん、ちゃんと拭き上げれば全然問題ないと思います。なんか変に白くなったりとかムラになるっていうこともなさそうなので、しっかり拭いてあげれば大丈夫だと思います。結構透明感出た気がします。そうですね、うん、下地処理もがっつり入れたわけではないですけど、うん、透明感とツヤ結構出ましたよね。ヌヌさん、はい、施工時間5分もいってないです。いや、いってないいってない、本当3分4分とかそれぐらいだと思う。めちゃくちゃ早いよね。で、しかもこの状態ですぐ水かけて OK だそうです。早速ですね、こちら施工した面水をかけていきます。いきますよ。はい。おお嘘でしょ。ええ、すごい、本当に弾いてる。普通にバチバチですね。うん、しっかり弾いてる。信じられない、すごいね。ちなみにここの小窓は何もやっていないので、はい、ちょっと比較で見てみましょう。はい、もともとこんな状態でしたね。ビフォーアフターがすごすぎる。なんか撥水剤の施工の概念が変わりましたね。やっぱり撥水剤ってちょっとね、工程が多くて面倒くさいなっていう方も多いと思うんですけど、このやり方ならめっちゃ簡単だし、すっごい弾いてる。効果もちゃんとあるし、いいと思う。まあ、しかも下地処理剤はスリックガラスだけですからね。うんうんうん、本当にノーお水で施工できました。やばくない、まあ、洗車もしてないですもんね。うん、洗車もしてないよ、本当に。すげー。それでは続いては先ほどの反対側のこちらのリアガラスに施工していきます。先ほどはですね、スリックガラスで簡単な下地処理をしていったんですが、今回のガラスではしっかりと下地処理を行って何か違いが出るかどうかチェックしていきます。まず施工前の状態をチェックしていきます。うん、こちらも先ほどと同様、水引きもまばらですね。で、撥水もほぼほぼしていない状態です。それでは今こちらの窓ガラスは洗車が終わって濡れている状態です。その後にこちらコムルの窓ガラス用の下地処理剤リメイクを使っていきます。で、リメイクはですね、こちらコンパウンドが入っている商品なんですが、買っていただくと付属のスポンジがついてきます。で、ただですね、今日はこのガレージに付属のスポンジがなかったので、こちらのスポンジを使っていきますが、付属のものはもっと大きいので、より施工性がいいので、そちらも一緒に使ってみてください。
使い方はとても簡単で、まずしっかりと振ります。でスポンジに取っていきます。でこれを塗り広げていきます。でリメイク自体はすごく除去力がありますので、もう簡単にこうさーっと塗り広げるだけで全然大丈夫です。これぐらいの油膜なら軽い力でもしっかりと取れます。これも縦横で均一にこすっていく感じです。でちゃんと油膜とかが取れてくるとこういう感じで浸水状態になってくるんですね。これを目指してやってみてください。バイザーの内側もし鱗取りたいなっていう方はクロスとかに取ってここやってください。でそうするといちいち窓下げないでもできますので楽ちんです。もうこれは本当時間のある方向けですよね。そうですね、時間と環境がある方はこのやり方の方がより撥水剤も定着してくれると思うのでこっちの方がいいと思います。まあ、ただ全然時間ないっていう方はスリックガラスでの下地処理だけでもしっかり効果はありましたので、ちょっとね時間に合わせてやってみてください。では流します。流すとさっきまでまばらだった水はじきが均一になってますね。まあ、この施工もだいたい今時間で見たら 2,3 分ぐらいっていう感じでしたけど、うん、そうだね、下地処理しっかりやったとしてもそんなに時間食わないので全然いいと思います。で脱脂洗車をしてから撥水剤施工していきます。先ほどはこのキッチンペーパーサンドイッチ方式でやってみたんですけど、わざわざサンドイッチしなくてもこのキッチンペーパーに液剤を取ってそれで塗り広げていけばいいのではと思いましたので、ちょっとそれでやってみます。ヌヌファクトリーは勝手にアレンジしますもんね。そうですね、あとかも自分が考えたように勝手にアレンジする。こんな感じで取ったのでこれを広げていきます。お、楽、すごい楽そうです。さっきより、うん、さっきねちょっと初めての試みだったんで難しかったんですけど、これだとちょっと液体が少ない気がするな。うんうん、確かにこっちの方が最初からこういう細かいところいけるのでより時短で仕上がると思います。リメイクをしたことで滑りの方はどうでしょうか。うん、あ、ザラザラした感じはなくなりました。さっきスリックガラスだけでやった時はちょっとこびりつく感じがあったんですけど、しっかり下地処理してあげると全然そういうのがなく楽に拭き上げできます。はい、もう終了ですね。早いですね。早い、相変わらず早い。一応今時間で測った感じだと、うん、スリックガラスの時の施工プラス5分ぐらいっていう感じでしたね。うん、ああ、なるほど。まあ5分だったら全部やったとしてもそんなに時間かかんないと思うんで、まあ、下地処理やってあげた方がいいかなと思います。時間のある方は、うん、時間のある方は。ではこのまままた施工直後ですが水をかけていきます。はあ、すごい。水はじきとしては下地処理しっかりした方もそんなに変わらない感じですね。しっかりはじいてくれます。ただ耐久性というところが下地処理軽めとしっかりめでは変わってくるかなと思うので、長持ちさせたいという方は下地処理しっかりしてあげた方がいいと思います。水滴ゼロ。気持ちいいですね。気持ちいいですね。すごくない？すごくない？ではエアブローしてみます。飛んでった。早っ。これも本当にタオル不要の時代が来るかもしれないですね。めちゃくちゃすごい。はい、というわけで今キッチンペーパーガラス撥水剤施工やってみたんですが、説立証ということになりました。普通に皆さんにちゃんとおすすめできる施工方法かなと思いました。ではヌヌさん、はい、
本家の動画にリスペクトを込めていただいて、うん、はい、秘訣は何ですか？キッチンペーパー。はい、というわけで今回はガラス撥水材のスピード施工の裏技ということで、キッチンペーパーを使った方法を皆さんに紹介していきました。やっぱりガラス撥水材って施工するの結構めんどくさいですよね。例えばこういう小さな車だったとしても、ガラス全体に撥水材を施工するっていうのはなかなかめんどくさいと思います。なので今日紹介した方法を、例えばリアガラスだけやってみるとか、時間がないときはこの方法を使ってみるとか、皆さんもいろいろとチャレンジしてみてください。下地処理については、今回は時間がない方向けになりますので、スリックガラスを使って水なし環境で施工するという方法が一番いいんじゃないかなと思いました。逆にリメイクを使ってしっかり下地処理するという場合でも、スリックガラスの時と比べるとプラス5分くらいになりますので、下地処理は皆さんの環境に合わせて選んでみてください。また今回耐久性の検証はしなかったのですが、耐久性を長く持たせたいという方は今回の裏技施工ではなく通常施工の方がしっかりと持ってくれると思います。またキッチンペーパーで施工する際もリメイクを使ってしっかりと下地処理した方が耐久性も長くなります。耐久性を長く持たせたいという方はしっかりと施工時間を確保した上でやってみてください。それでは今日はこの辺でヌヌでした。バイバーイ。